今こちらの長野県の茅野市にあるお蕎麦屋さん傍らに岡田料理研究家の高橋紀子さんと一緒に来てます。本当にすごい天気なんですけども、もうすでにですねたくさんの人が、もう行列で並んでおります。ちょっと私たちもね頑張ってこのお蕎麦屋さん入ってみたいと思います。こちらがですね、お蕎麦屋さん傍らの看板がありました。すごくおしゃれですね。後ろにあるのがね、あのお店ですね。これ何ラタトゥーユとケークサレダで、これ多分畑のお野菜だよね。すごいすごい美味しそう。いただきます。こちらクラチェの、普通のセルのトマトのチーズになっております。あ、トマトのチーズ。トマトのチーズ、そちらのオリーブオイルをよく見ますので、お好みにお試しください。これがオリーブオイル。そしてこっちが普通のめんつゆとトマトのめんつゆだそうです。美味しい。名物って書いてある。それでは次はですね、茅野にある日本で一番有名な駅そば、はしごしていきたいと思います。次回に続きます。